そのようなことから必ずしも事業所得が有利とは限らないんですね。こんにちは、長井です。今回は、給与所得と事業所得、税金の差は、んまん円。そういったテーマでお伝えしていきたいと思います。今回の動画、一言で言うと、基本的には、給与としてもらうより、報酬として、事業所得の収入としてもらった方が、税金面では有利なケースが多いですよということなんですね。まあ、ただし、気をつけなければならない点。 いくつかありますので、動画の後半で説明したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。今回の内容なんですけども、どういった局面でですね、給与か事業所得か、比較検討しないといけない場合があるかということですね。まあ、そもそもその辺がイメージがついていない方多いので、説明したいと思います。そして実際に年収600万円の方で、 給与としてもらった場合の税額、事業所得としてもらった場合の税額、比較してみたいと思います。まあ、結構これで税金の差、イメージがつくかと思います。そして最後に注意点ですね。税金以外に検討すべき項目、それを分かりやすく解説したいと思います。まず、会社員であれば、まあ、当然にですね、給与じゃないかと。それ以外の選択肢なんてないんじゃないかと。そんな風に思われる方、多いかと思うんですけども、まあ、特に最近はですね、まあ、自由な 働働きき方方方をををすすするるる人が増えてててますし、し国の方針とと、もですね、副業認認めめななど、多様いそういったことがありますよね。よって、例えば一つの会社に縛られることなく複数の会社でですね、自由な働き方がしたい。まあ、そういった方は今まで企業と雇用契約によって給与をもらっていたんですけども業務委託契約に切り替えてですね、複数の会社から仕事をもらうと。まあ、さらに働く時間も自由と。自分の裁量でですね、 働きたいと、まあ、そういったことから雇用契約から業務委託契約請負い契約などに切り替える、まあ、つまり所得形態で言うと給与所得から事業所得に変えると、まあ、そういったことがあり得るんですね逆に従来企業と業務委託契約を結んでいて報酬としてもらっていた、まあ、つまり事業所得のですね収入としてお金をもらっていたということですね まあところが、雇用契約に切り替えて給与としてもらうようになったということですね。まあ、例えば、今年の10月に始まるインボイス制度を踏まえて、そのようにされる方、増えてくる可能性もあります。まあ、インボイス制度が始まるとですね、特に小規模事業者ですね、もともと免税事業者であった、売上高1000万円以下の事業者については、いろいろ検討しなければならないですよね。仕事をお願いする側にとっても、仕事をお願いされる側にとっても、まあ、どちらがですね、 消費税分を負担するのかと。まあそういったですね、なるべく避けたい交渉事というのが出てきますよね。それならいっそのこと、雇用契約にして給与として支給すると。まあそのように契約関係変えるという企業も増えてくるかもしれません。まあ主にそれらによって雇用契約から業務委託契約に、逆に業務委託契約から雇用契約に変わると。まあそれに伴って給与所得と事業所得が入れ替わると。 給与所得だったものが事業所得になったり、事業所得だったものが給与所得になったりと、とまあ、そういった変更がされるということが今後増えていく可能性があります。で、もしあなたがまあ、そのようにですね。選択を迫られる、もしくは選択できるといった状態で、まあ、じゃあ税金にどれぐらい影響があるのかというのをですね。考えるかと思うんですね。そこで、今回は年収600万円の人をですね。例に挙げて税額がいくら変わるのかということですね。 説明したいと思います。まあ、前提条件としては、年収600万で配偶者がいますと。で、16歳未満の子供が1人いますということですね。まあ、所得税、住民税にですね、与える影響としては、16歳未満の子供、何人でも変わらないんですけども、まあ、例えば1人というふうにしておきたいと思います。まあ、こういった一般的な家族を前提とすれば、もう早速結論ですね。税額がこのように異なるということですね。まあ、給与の場合は、63万5700円ということですね。一方で、 事業所得の収入として、報酬としてもらった場合は、49万6700円になると。まあ、その差はですね、13万9000円と。まあ、約14万円ですね。事業所得の方が税額としては安くなるということですね。まあ、ただ、これ前提条件がですね、あってですね、事業所得の方は収入に貢献すると認められるものであれば、必要経費が計上できますよね。でその必要経費の割合、まあ、なんとかかき集めてですね、 売上高の40%、まあ、つまり240万円です、ね、経費を計上できたというふうに前提を置いております、まあ、240万円も経費集められるのと思われる方いらっしゃるかもしれないんですけども例えばですね自宅の家賃をですね一部経費に入れたりですとか、まあ、通信費ですとか消耗品代、まあ、パソコン代などですねそういった備品などの費用、まあ、それも仕事に関連するものであれば経費にすることができますよねよって収入が600万円の人であれば 40%ぐらいですね、経費を集めるというのはそれほど難しいことではありません。よって、ここではですね、40%というふうに設定しております。まあ、さらに、例えば奥さんにですね、仕事を手伝ってもらうといった場合は、先住者控除を取ることができるんですね。まあ、そのように経費を積み上げていくことができるということですね。で、こちらはですね、白色申告を前提としております。よって、青色申告特別控除なしですね。 最大65万円の控除なしということですね。その控除がなしでもこれだけの差が出てくるということですねで。給与所得の方でも、事業所得の経費に準ずるですね、給与所得控除というですね、控除が認められています。年収600万円の方で、164万円ですね。結構大きいですよね。164万円の控除が認められているということなんですけども、やはり、 事業所得の方がですね、これだけ有利になるということですね。で事業所得の方なんですけども、個人事業税がかかってくると。まあ、このあたりですね、いろんな税金かかるんですよというのを少し前の過去動画で撮っておりますので、そちらも合わせて見ていただくと理解が深まるかと思います。まあ、事業所得の方はですね、個人事業税というですね、給与所得にはない税金がかかってくる可能性があると。 ということですね、まあ、これは商売をしている人にかけられる税金ということなので事業所得の場合にかかってくるということですね、まあ、ただ一定以上の所得が出てないと個人事業税かからないということですね、まあ、これだけ見るとですね給与所得の方、まあ、事業所得に切り替えてもらおうというふうに思われるかもしれません、まあ、ただデメリットもあるんですね雇用契約と業務委託契約の違いによるデメリットですね雇用契約というのは労基法上で労基法で 守られることになります一方で業務委託契約というのは基本的には労基法の対象外なんですね。よって自由にですね、あなたとの契約を切ることができるんですね。よって、う明日から来なくていいよと言われてしまう可能性があるということですね。まあ、ただこの辺も法律上いろいろ難しい問題がありまして実態として労働者であるにもかかわらず会社側がですね、自由に首を切りたいとそういった理由で業務委託契約にしてしまうということですね。 業務委託契約を装うということ。その場合は実質判断がされるので、老基法の対象となる可能性があるということですね。そして、税金だけではないですよね。社会保険料についても考えなければならないということですね。会社員の場合は基本的には健康保険と厚生年金保険対象になりますよね。一方で自営業の場合、事業所得の場合はですね、国民健康保険、国民年金の加入対象となるということで、 それぞれの保険料も違いますし将来もらえる年金も異なるんですねまあこの辺結構シミュレーション難しいんですけども年金事務所ですとか市区町村のホームページから保険料の情報を集めていただいて、まあ、ざっくりで良いので試算してみていただければと思います、まあ、さらにさっきも少し話が出たんですけどインボイス制度ですよね それを見据えないといけないということですね。まあ、つまり、事業所得のままで、例えば、インボイス発行事業者の登録をした場合は、まあ、消費税の課税事業者になることが前提ですので、当然、まあ、先ほどご紹介したですね、税金以外に事業所得にした場合は、消費税がかかってくるんですね。よって消費税の負担というのも検討しないといけないということですね。まあ、結構、検討しないといけないことだらけですよね。まあ、ただ、どうしても損をしたくないという人は、まあ、ある程度は、このあたりもですね、きっちり、 考えておく必要があります。今回ですね、取り扱った事例というのは、年収600万円の人ということで、視聴者の皆さん、様々な方がいらっしゃるかと思います。自分の例で所得税いくらになるのかというのを知りたいという方は、国税庁の確定申告書等作成コーナーなどで計算してみていただければと思います。住民税に関しては確定申告書等作成コーナー、 計算してくれないので、まあ大体ですね、課税所得金額ですね、課税所得金額の10%程度、10%ちょっとというふうに考えていただければと思います。まあただ、ふるさと納税をですね、やっている方は、 まあ10%よりもですね、だいぶ少なくなるということになりますので、まあ、必ずしも10%前後というわけではないんですけども、まあ、近似値としてですね、課税所得金額の10%、まあ、そのように考えていただければと思います。まあ、課税所得金額というのはですね、第1票の右の一番上の項目ですね、令和4年分の確定申告書でいうと丸30番ですね、こちらの金額になります。で、分離課税がある方、まあ、こちら空欄になっている可能性はあるので、そういった方はですね、第3票ですね、参照していただいて、 自分のですね、課税所得金額いくらかというのを把握していただければと思います今回は所得600万円の方で給与と事業所得でどの程度税額が変わるか、まあ、それからそれ以外の注意点ですね解説しましたいつも高評価やコメントありがとうございますこのチャンネルに少しでも興味を持っていただきましたらぜひチャンネル登録をお願いします今後も税金に関する有益な情報をバンバン発信していきますまたこのチャンネルで 取り上げてほしいテーマなどありましたらぜひコメント欄にどしどし記載していただければと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。